お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらラット式ミラーやっていきたいと思います。さあ、というわけで久々にねミラーデッキやっていくんですけど、レベル14がね解禁されてからのミラーは多分初めてだと思うので、まあ、今日レベル15プリンとかレベル15ディガーで出しまくって、まあ、どんぐらい削るのかと、あとどんぐらいね、防衛力ね、強いのか、はい、やっていきたいなと思います。というわけでよろしくお願いいたします。さあ、よろしくお願いします。で、あのですね、今までユーノとかゴーストでやってた枠をねゴールドナイトに変えてみました。というのも、まあ、ユーノでもよかったんだけど、なんかゴルナイって防衛とかでもめっちゃ強いんだよね。硬いんだよ、とりあえず。そう、めっちゃくちゃ硬いから、なんかゴルナイの方がペッカとかメガナイトにすげえ勝ちやすくなるかなと思って、変えてみました。よいしょ。さあ、ゴーキン起動。ペッカかな？ペッカラムか、ペッカ工場か、メガナイトラムか、なんかそんな感じのね、顔してますね。まあ、人気デッキの可能性もあると。やめてくれ。まあ、でも生きるんじゃない？うちのプリンはね。さあ、相手マジックアーチャーですね。マザネクとかもいるよね。あー、延命できなかった。若さが足りない。最近ね、毎日老いを感じております。辛いです。さあ、でもこれ、相手対空がきついんじゃないっていう。走らせてディガーもやって、コウモリも追加すると、相手びっくりしてみたいな。びっくりで事故らねえか？やな、目が空振ってんな。さあ、熱い。いや、これ、コウモリ結構いいプレッシャーになるんだよね。いけ！チク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 ！えい、エレクトロウィザ。あ、これ見てください。僕のね、スケテクニックです。これ、エレキね。このタイミングでやるとね、はい、エレキ一発も殴れません。硬直するんでね。殴ろうとした瞬間に、なんか一歩下がるようなね、位置にスケルトン出してあげると、完封できるんでね。はい、ぜひ。さあ、ゴーストかぶったのはでかい。これで無理やり。いやー、相手、エームガバコちゃん。エームさすがにガバコ好き？で、ちなみにね、このミラーデッキ特有の、相手にマジックアーチャーいる際ですね。マジアチャーをね、あれでボコボコいけます。ウッドプラスウッドミラーでボコボコにできるんでね、ぜひやってみてください。よいしょ、ウッドってことですね、なんで。よいしょ。さあ、おじいちゃんが帰ってくるよと。うい！いやー、髪すげえ振るんだよな。よしよしよし、前半このリードはでかいね。でマジ一生はしめプリンですね。あとはね、防衛のはしめプリンも、まあ、大事にはなってくる。さあ、よいしょ。初登場。15レベルプリン。びっくりするがいい。いや、でも、ヤナメなんだよね。つら。え、これなんで？ペッカ工場じゃないのか？ヤナメなんだよね。なぜか知らないけど、ヤナメなんだよね。さあ、ゴルナイじいちゃん出して、まあ、プリンも出してね。いや、ケツペッカ来る。いや、これはね、行こう。行こうぜって、ひよったらやっぱダメだよね、男は。で、走らせて、みたいなとこあるよね。よいしょ。で、もう一回走らせたい、みたいなとこあるよね。いや、いいね、いいね。いや、これでもコスト結構使わせてるの熱くて。よいしょ。で、もう一回プリン出して。で、ヤナメだったんだね。ヤナメで行かれる想定の、この、めっちゃ遠い位置もね、出してあげる。さあ。で、ディガーで削ってあげる。で、マジアチャは、ウッドミラーで剥げます。ウッドからのウッドミラー。いや、でも逆サイドプリンがちょっかい出してるな。で、まあ、逆は我慢して、ヤナメ撃たれると。で、コウモリが無双と。で、ここでね、端前にゴルナイつけてからの、ダッシュとディガーのこのセット。いや、熱い。これ絶対きついでしょ。あー、そっち行っちゃうんだね。ウッド打つか。いらんか。コウモリがあったね。さあ、いや、守りではいるけど、ちょっと怖くなってきたよね。さっきからヤナメがすげーゴリゴリ飛んでくるんでね。よいしょ。さあ、プリン出して、マジプリンゲーですね。よし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 。さあ、ここね、相手突破できるのかっていう話なんです。あとはゴルナイおじさんも出しながら、ゴルナイの貫通もね、ええ感じに混ぜてあげると、もうこういうの鬼強要です。よいしょ。さあ。いや、これでペッカの今一発無効化してますからね、ダッシュで。熱くない？で、ウッドのミラーでね、ええ感じに守ってあげて、さあ、相手はね、今、なんか蓋したいよ。蓋したいよ。蓋したいよ。させないよっていう、ペッカか？いや、いい。なんなら走らすのは一旦我慢ね。さあ、高めでしばきながら、ディガーでプレッシャー与えていきます。ヤナメ使ったんで、このね、プリンが無双します。プリン1周目、2周目と。さあ、14レベルのプリンはね、餌です。フェイクです。問題は15です。僕の欲しかったのは。で、これディガー飛ばす余裕がありますね。よいしょ。で、ゴルネのね、ダッシュして、とりあえず何かやってほしいな。戻っといて。やばいやばい、ちょっと怖いけど、ディガーが刺さってるよ、意外と。
ディーガーが刺さってる。いや、もう一回なんか来て、もう言うのが来てもったな。あれ、ウッドミラーで一回やるか。一回ウッドミラーで芝こう。一回ウッドミラーで芝いて。さあ。俺の負け筋はね、なんだろうって考えた時に、このエレキですよ。エレキだよね。そう。あとはマジアチか。よいしょ。さすがに?オーケーオーケーオーケー。ダッシュ?あ、危ない。危ない。いやー、もう大変だね。ちょっと一つ審議があって、まあ、矢なめ嫌だね。なんで矢なめファブなんだっていう話なんですけど。まあ、矢なめだったからこそコウモリが生きたとかもあるんでね。まあ、よくやりましたよと。ナイス。ゴルナイのダッシュもちょっとね、やりたかったかもしんないね。そしたら攻めで楽になった気もします。さあ、よろしくというわけで、もうミラーちょっと積極的にね、やっていきましょう。プリンミラーが基本的にはね、重要です。さあ、ウッドミラーもね、なんかね、相手によっちゃマジで強いんだけどね。まあ枯渇とかね。まああんま、引かないけどね、こういうデッキ使ってる時には。さあ、なんも出してこないんだけど、さあ、プリンでいきます。また30石とかもね、トルネプラスのウッドで、ハゲさせられるんで、三振全勝でいきます。しかも、合計8コストとかなんでね。よしよし、熱いんじゃねこれ。これでだってさ、もうカウンターでゴルナイのディガーのスキルのダッシュ。これ GG 説ない。ダッシュ!いやー、もうちょっと頑張ってほしかったね。さあ、今回の相手は、スパちゃんですね。ダークブリミニペのしょっぱなレイジ。まあ、来ましたけど。これもね、ほんとはプリンセス大量生産してあげましょう。相手がね、プリン対応できない時ですね。まあ、今回で言う多分レイジザップだと思うので。しっかりプリン低めに置いてね。もう低めにね、この辺に5、6体こう並べてあげてください。そしたらマジ一発200で、いや、ね、ミラーとかだったらもう240ぐらいダメージありそうなんでね。そしたらもう本当に、やばい。一発のこの花火のね、吹雪。ん?ちょっと言葉が出ねえんだけど、攻撃で500ぐらい多分当たれちゃうんだよね。よいしょ、500じゃねえよ。ん ?2 体で500か。もう何言ってるのか分かんなくなってきたな、ちょっと。よいしょ。さあ。で、しっかり延命してあげてね。え、これ大丈夫だよね。オッケーオッケー。いや、相手ザップ使ってきたけど、ね、さすがにエレキで直接踏みたいのかな、これ。あ、でも、ゴリル。しかもなんなら金起動。あ、待って。やばい。やっちゃった。ちょっと待って。いや、やっちゃった。もったいない。これ金起動したらもう勝ち確でしたね。まあ、なんならしてないけど勝ち確か。プリンいっぱい出せばね、マジで。なんか、塵も積もれば山となる的な感じでね。うん。さあ、もう低めで出していきましょう。問題、ゴブジャイの槍でね、死なないことですね。はい、大事に。あれ?そっち来るか。まあ、そっち来たら来たで別によくて。よいしょ。いや、これで突進ね、無効化して、で、こっちのね、吹雪見てくれる子がいるんで、よいしょ。おられちまうけど、みたいな。おられちまうけど、カウンターみたいなのがないのか?あ、プリン、死ぬな。なんか、いっぱいいろんなところに、なんか、散らばってんな、君ら。ね、散らばりすぎじゃないっていうぐらい散らばってるんだけど、まあ、こうなったらさすがに固めていいよ。さすがに固めよう。さすがに固めて。いやー、ね、今、一匹ずつね、さよならしながらね。さよならしながら。よいしょ。いっぱいこれプリン貯めとけばなんとかなるみたいなとこある?もしかして。そんな感じじゃない?これ。そんな感じじゃないのかな?そんな感じでいいよね。貯めとけばなんとかなる説あるこれ。プリンいっぱい貯めよう。いっぱい貯める回、今回は。で、ゴルナー走ってダメージ稼ぐ。これだったらイモル。あとイモれるかな?ちょっと待って。これやばい。なんかされそう。やめて。ちょっかい出すな。俺のプリン。やばい。あんま変に延命しようとすると一気にピンチになります。皆さん。大事にね。やばいやばい。危ない。ゴルナイナイス。いいね。男だよ、あんた。やるじゃん。いやー、とりあえずプリンです。とりあえずほんとプリンをいっぱい産むことだけちょっと考えてください。プリン。さ、プリン。いやー、あのコウモリめっちゃ強い。ね。さ。で、プリンマジでいっぱい貯めて。プリン貯めればね、全部守れるんだよね。結局。結局そういうことだよね。あ、俺のゴルナイの位置が下手なんだけど、それはね。よしよしよし。で、ゴルナイ走ってあげて、あのゴルナイ相手ね。
やばくない？もうプリンを産むだけの試合してるんだけど、いやそういうことだよね、クラロワって。結局相手の相性、相手からしたら相性悪いユニットいっぱいいかに出せるかみたいなとこあるよね。じゃあのユニット早く出てくんねえかな。さあちょっとウッドミラーとかでちょっと耐えてほしいな。いやーこれよ本当に、プリンがねいっぱいいると相手もね、どうしようってちょっと待って、ちょっと待って、なんかアリの行列みたいなさ、わかる？これやばいよね、キモいよね、知ってることが、知ってることキモいんだけど、勝つためにはねやんなきゃいけないんですよ、こういうこと。よし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 、いやザップ使ったしね、さすがに大丈夫でしょ。オッケー、いや粘りがちよね。え、気づいたら途中5、6体いたよね、縦にやばいわマジ、プリンミラーして回してプリンミラーしてただけなんだけどね。いやでもこれがね結局強いんだよね。そうこれが楽しいのよ、このミラーデッキ。やばい、火力も化け物だね、レベル15。ちょっとナイス、よかったよかった。今みたいなね試合展開がマジで理想だね。そう、相手がザップとか、まあ、嫌な雨とかでもあってもいいんだけど、あってもねあそこまでやっぱたまんないからね、1体に打たしたら2体目が生きるっていう理論ではいけるんだけど、あんだけたまるのがねおもろいんだよね。さあウッド、うん、おー矢の飴使ってくれるとはね、熱いけど、まあ矢の飴っていうのは嫌ですね。エレキ矢の飴か、エレキ矢の飴もまた珍しいけどな。うん、なんだろうね、端っぷり削っていくか。さあ何でしょうか、トリトン、もう一発いけるよね、ナイス。トリトン、エレキの矢の飴って分かんないね。でもスパーキーとかっぽいんだけどね、スパーキー的な香りはちょっとだけしてる。いやこれ走ったらさ突進でもいけたかな。あーさあちょっと大変です、大変です。一旦ね、さあキングドして一旦耐えよう。あ待って、やべえ、あやべえ、やってもた。いやー鬼の強でいきます、許容です。エレキ、ふみふみエレキ、ふみふみエレキ、ふみふみエレキ、キング起動したんで、ぶっちゃけこっから俺のターンみたいなのあるよね。よいしょ、さあディガーでね、このコウモリ1匹ですらね、ケチでいこう、みんな大事に。さあメガネとダークプリのまあスキヤミ、ヤナアメと、まあヤナアメだからプリンあんまたまんないけど、両サイに散らばしてね、なんかええ感じに。あとはゴルナイの突進でダメージ稼いでいきたいね。だってディガーがあったっけ、ディガーはないね。ってことはバレルがあったのか、あやべえ、バレルか、まあまあまあ、うんうん、そうゴルナイからのこれスキル使えばあの完封できます。トゥントゥントゥン、いやこれね地味強で、あとは削っていきます、端っぷり。いやあのロケフォーなんかやだな、残ってね、やだな。まあまあウッドで削りながら、いや強い、ゴルナイさ頑張りすぎじゃない。さて今回ちょっと余裕があるので、 D が2枚気づいたら飛ばしてあげてね、ウッドしてあげて。いやレベル15長生きして、あなたレベル15だよ。オッケーオッケー、一気に追いついた、強い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 。さあコウモリで D が飛ばす、エレキか、いやハシプリ、いやこれよ、この無限ループ。いやー持っていけそうだな。あの来て来て来て、見てこれこれこれね、ダッシュ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 、ティン、あ止まるんかい、やばい待って、やばい、あせ、えやばく、また止ま、なんで止まった、ちょっと待って待って、止まんないでほしかった今、今のは止まる流れじゃないやろ。さあまあディガーとウッドウッド、よいしょー、おらいー、このね攻め気をね、ナイスナイスナイス、ディガーとウッドミラーでも結構ダメージ高そうだもんね。よしよく勝った、危ねえ、ハシバイゴルダイあれやばいね、やんないでください、危ないです皆さん。さあという風な感じでね、ゴルナイもまあそこそこにいい味出してるね。受けとしてやっぱ硬いね、メガナイトとかなんかハシバイで1対1であんな勝っちゃうんじゃねえかっていうぐらい頑張ってたもんな。さあコウモリ、コウモリちゃんプリンですね。いやー延命は、いやできたな今の位置。さあでも美味しいぞ樽なんでね、一応トルネを警戒した方がいいよね。顎
ああ、これ始まりゴールに行きたかったけど、さっきのがちょっとねよぎった。さあ低コストで回してあげて、まあ2タレだったもんな、アイゴレの。あ、ボムバルじゃね、ボムバルっぽいよね。ってことは、まあ私トルネード2枚あるので、バルーンはまずねキング起動できます。美味しく、あ、なんならこのディガ今キング起動すればよかったな。いや持ってね。さあちょっとやってしまったが、まあまあまあ、相手あとトルネードとかないので、よし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 。いやーめっちゃいいあれだな。いやでもこれさ走れるくね、見て。いやーいい位置のスケだな、絶妙すぎるよな。オッケー、バルーンはトルネードからのトルネードで、あの、キング起動できるんで別に問題はないですね。あ、これこれこれ。別に問題はないです。問題、ディガーのダメージ受けちゃうっていう。これね。そうなんで、ディガーを早めに処理したい。あ、でもタワーがディガーから行ってる。で、相手はね、コウモリ読みとかだと思うんだけど、そんなね、普通のクララはしてないんですよ、こっちは。よし。そんなナイス。で、まあこっから問題は、同サイで行くかどうだけどな。同サイ行きたくないっちゃ行きたくないんだけどな。悩むね。同サイか悩むんだけど、同サイにします。いや、これでかい。これ結構でかいぞ。なんならマスキに当たるやー。当たってくれやー。問題、こっから過剰防衛しないといけないんだね、僕は。さあ。毎回トルネミラーなんかしてたら、僕死んじゃうんだよね、コスト。まあ、コスト死ぬぐらいがね、ちょうどいいでしょ。さあやばい、もう怖い、死にそう。俺も攻めていかないとね。よいしょ。いやー耐えれるよな。オッケーオッケー。いや爆破が強えな。プリンセスとか、じゃあバルーンの爆破ね、なくしょしな。いや神延命、え、神延命、俺の神延命が。まあ、でもこれ惜しい。しかも見て、ゴールデンナイツ。いやー、マスキがめっちゃいい。あ、でもこれ、アイグル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 、走る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 。ドスコイが、ドスコイが足りてねえな。やべやべ、マックスになってきた。なんでやねん。絶対俺の方が押しとるやろ。じゃあ、もう一回コウモリで守るか。いやー、惜しいな。惜しいんだよね。惜しいんだよね。いやでもこうも、え、っていうなんなら逆が入ってる。ちょっと待って待って、逆なんだよな。ちょっと待って、やばい、やった、変なことやった、変なことした。俺絶対ちょっとね、拾わないでほしいな、拾わないでほしいな。拾うんじゃねえって言ってんだろ、拾うんじゃねえよ。さあ待って、これ相手絶対これ気づかないでしょ。気づくけど無理でしょ。なんで守んの、天才か。いや俺のトレーナーが天才だった。うん、レベル15ナイス。やぶなすぎー。まあ、途中の左プリンだけで4000から1500まで削ってるんで、ワンチャン左もあったけど、いや、よくね、耐え切りました。ナイス。というわけで、え、ミラーのね、さ、ゴルナイバージョンやってみたんですけど、まあ、レベル15、ちょっと楽しいね。やっぱ、今までこの画面に15レベルがね、いることが、まあ、なかったのでね。はい、なんかその、レアな感じがね、またちょっと良かったですし、あと、ゴルナイもね、防衛力、そしてあと、最後の削りね、うまくいけば、そこそこでやっぱ強いので、皆さんもこのミラーゴルナイデッキやってみてください。よければね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。